オープン。おお。随分入ってんな。随分入った。いろんなの。開けますよ。はい。開けますよ。はい。オープン。おお。随分入ってんな。随分入った。いろんなの。入ってるんでございます。はい。はい。いただきます。いただきます。はい、どうも。骨あるからね。骨ある、うん、うん。ちょっと食べにくいかもしれないけど、今日俺がこれを食べたくてさ。塩気足んない。だいぶ濃いよ。でも、濃くして薄めたぐらいだよ。ああ、入ったよ。あったでしょ。うん。豆腐食ったからね。うん。手で掴んで食べるんだよ、じいちゃん。手で掴んで、箸じゃ無理。箸じゃ無理。箸じゃ無理。箸じゃ無理、じいちゃん。大丈夫、服。これいい出汁が出るんだよ、このお肉。手でこうやって、こうやって食べる。取るやん。うん。おいしい。味が染みてるんですよ。うん、染み込ませたんだ。骨に気をつけてね。うん、ロコのところでよく返すんだから。あ、ほんと。うん、おいしいよ、この骨つける。うん、どっちがおいしい。こっちもどっち。こういうふうにね、天ぷらみたいにするんだ。天ぷら。うん、唐揚げっていうの。あ、唐揚げな。うん、あれか、チューリップだ。チューリップみたいな。うまっ。野菜がうますぎる。使えとるんだな。うん。
それがすっごい美味しいから。どう感じだった？どう欲しい？うん。つゆも入れて。つゆも、はいはい、ごめんなさい。気が利かなくてすみません。わあ、野菜もっと入れとけよかったなぁ。まあ、塩気効いてる。うん、塩気効いてる。効いてる、効いてるだろ。塩気ある、うん、めちゃくちゃ濃かったんだから。もういいよ。うん、オッケー。あら、土砂降りで大変だ。芸能人も大変だね。こんな日に走んなきゃいけないんだから。うまっ。プレゼント16日お寺のお通夜な。ああ16だ、うん、これ17日が終わり。16何時から？4時。4時か。4時半。中心市が12時30分から、うん、午後です。なにわ男子がすごいな。何？ユースくんとか言いましたよか。うん。ユースくん出ないからユリに行ったんだ。うん。言っときます。俺からも言っとくよ。うん、これからも言っとく。うん。
今回は小宮さんが選んだ色鉛筆を1名様に食べにくかったな。散歩してほしい人、番組へのリクエストなどを書いてどしどしご応募ください。この番組は FOD と TVer でも配信。来週は路線バスの旅。面白い。君たちに君たちに家に向かっていて、こちらまで実は徳川家康と木林中室徳川家康がお持ちになっていた年数です。ほら登録に明かりがついて、本当だ、ライトアップされてるでしょ。香りの鎌倉だ。ほら手巻き寿司だ。そうなんです。美味しくご飯を食べてもらうため、鍋つゆには刻みネギ、豚ひき肉、大豆肉が濃厚具材だ。食材もたった3品で OK。 豚肉、白菜、豆腐だろ。同じようなもん食ってる。知ってる？じいちゃん。じいちゃん。なにわ男子って知ってる？知らない。この人たち。なにわ男子？なにわ男子。めっちゃ出てるんだよ最近。テレビつければ出てるよ、だって。種類だって。お腹いっぱいなら無理しないで。いっぱいだな。うん、まだ食べれるから。いらない？Thank you.
するのでもいい。いいわけねえだろ。映画だよ。電車用に裸で行ったら はい、ごちそうさん。ごちそうさん。よく食った、うん。もう足がしびれちゃう。休憩休憩。冷たいから。
何やってんだな。ちょっと待って、動かないでじいちゃん。ん？動かないで。足がしびれちゃってるから。足しびれ？うん、動かないで。富士登山のもいいじゃん。富士登山？これもいい。何富士登山？富士登山やったじゃん。今？うん。何チャンネルだっけ？富士登山もう終わったんじゃない？終わった？終わっちゃったな。これか？いや終わっちゃった。うん。サッカーやってるよ。サッカー見る？サッカーつまんねえ。サッカーつまんねえ、うん、早いよ。でもこいつすごいよ。走るのが大変だな。だけどなこのスポーツは。半端じゃねえよな。半端じゃねえ。おお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 すごいよ。うぅ、ナイス、マグッチョ。失敗だ。取られちゃった。あ、いける。くぅ。まだある、まだある。